き出し、同じ職場の40代のベテラン社員が仕事できなさすぎてイライラする。うちは管理職以外に専門職って職位があって、部下はつけないけど経験や知識が豊富な人がアドバイザー的な役割をする。ただ実際にはポストに隙がないベテランの給料を上げるための方便だと思う。ダメベテランも課長級ぐらいの専門職なんだけど、とにかくミスが多い。書類は修正だらけだし、そもそも仕事が遅くて何度も催促しないとやってくれない。というか頼まれたのを忘れて期日直前に確認したら慌ててやったりする始末。確認して次に回すだけの作業ですら何をグズグズしてるのか、机の上に積み上げてなかなかやらない。そのくせ定時になるとさっさと帰ってしまう。そのことでうちの課長に文句を言ったんだけど、課長はダメベテランの味方で、悪いけど私さんがフォローしてやってよという。私がよほど不満そうだったのか、後で別の人にも頼んでいた。というのもダメベテランは昔はすごくできる人だったらしく、うちの会社の収益の柱になってる事業のいくつかは10年以上前にダメベテランが立ち上げたという。確かに昔の記録とかに頻繁に名前は出てくる。私は中途なので当時のことは知らない。というか同一人物とも思えない。次の部長は間違いなし、将来は会社を背負っていくはずとみんなが思ってる矢先に病気をしてしばらく休職し、復帰後は管理職を外れてうちの部署に来たという経緯だそうだ。だから上の人たちはみんなこの人をかばうし、現場の人もあまり強く言わない。でも代わりにいろいろやらされるのはこっちだ。割と重要な会議にアドバイザーとして呼ばれてたり、いろんな部署からの問い合わせもしょっちゅうあるから、会社に全く必要のない人ってことはないんだろうけど、なんか釈然としない。今日はリモートワークだから顔を見ないで済むと思ってたのに、ダメベテランの間違えた書類の修正依頼が来てイライラしてる。過去の功績があるのかもしれないけど、出世コースを外れれてやる気をなくしてるようにしか見えないし、そんな人が私よりずっといい給料をもらってると思うと本当に腹が立つ。もしかしたらなんだけど、その人病気で休んでた期間っていうので何かしら大幅に変わってしまったんじゃないのかな。その病気が何かはあなたの書き込みではわからないけど、精神的なものだったり、それこそ脳とかに関わるような感じ。私の職場にもとてもよく仕事ができる人がいたの。でも血管系の病気になって休職、時間をかけて復職して帰ってきたけど別人みたいに仕事ができなくなってた。でも今までのその人の仕事ぶりを知ってる人からしたら、やっぱり信じられないというか、にわかに受け入れられないというか、今までの功績があるから無下にもできずでなあなあできてるみたいな。全盛期を知らない人からしたら、なんであんな仕事できないやつをって思うけど、病気が関わってるんならあまり辛くも当たらないっていう感じが周りの人にはあるのかもなぁと思いました。ガリガリ働いてた有能なやっこが中年に差し掛かる頃に無理が効かなくなり、メンタル系患って別人なポンコツになるのは会社員あるある。自分を酷使しすぎて早々と枯れちゃうんだよね。会社をそれなりに栄えさせたやつだからと隠居ポジションも用意してもらえるのはいい会社なんだろうけど、無手当のお世話係は嫌だね。ありがとう。吐き出したら少し落ち着いた。ダメベテランの病気のことはみんな話をぼかすからら、多分メンタル的なものだと思う。会社が本当にヤバかった時にこの人が企画した事業でなんとか潰れずに済んだみたいな伝説はいろいろ聞くんだけど、そんなの知らないし、いろんな部署の人が相談に来るから役に立ってるんだろうけど、うちの部署的には何のプラスにもならない。当時からいた人たちとの間にはすごく温度差を感じる。この前は課長自らダメベテランのフォローしてたけど、私含め中途は冷ややかな感じ。でも隠居所ってのはそうかも。うちは忙しくはない部署で、私も別にフォローする暇がないわけじゃないし、でも嫌だけど、いっそ
何もしないで一日中ネットでもしててくれればいいんだけど、会社だからそういうわけにもいかないんだろうな。